ます。いや問題です。なんだ、朝起きたら必ず先にメガネを探す海賊誰だ。ピットかな。はい、2問目。まだ続くの。タリックの肘置きになっちゃう海賊誰だ。チップだ、簡単だよ。ですがその本をこうやって上に台にしてこうやってね、やられちゃう海賊誰だ。うん、ちょっとわからないなあのね、都合が悪くなると本を読むふりする海賊誰だ。うん、ここが痒いのか。そうか。じゃあミネストローネが大好きな海賊誰だ。え、今日ミネストローネだろ。ミネストローネ今日クリス反応してる。それでね、ママに今日の晩ご飯はミネストローネ、え、本当にかいって言ってる海賊誰だ。鼻がかゆいのか。そうかそうか、全部クリスでした。なんなんだ、一体現れて。失敗してるんだよ、クリスの。俺の秘密爆破大会やめろ。問題だよ、あんた夏の時やってるだろ。もうやってるけど。それだよ、それと一緒だよ。どこどこ一緒。同じことずっと言ってるじゃないか、そういうこと。いやいや、お前なんだみたいな。俺のこれはいずれイニシエの海賊の財宝にたどり着くための道筋なんだ。あれ、お前それやってたら何か財宝が手に入るのか。でもさ、今さ4問か5問ぐらいやったけど、それにプラスされない。足りるわけないだろ。専門解かなきゃいけないんだよ、間に合わないよ。まあでもここから出てくるもんじゃないと、やっぱノーカウントだ、それは。黙々って。そうだ、黙々って出てくる。ホワホワホワーンって出てくる。そう、私には一回も見えたことがないんだ。まあな、このメガネがつかないと見えないから、それはしょうがない。本当？そうだ。じゃあちょっとさ、あとでやってもらえば見えるかもしれないよ。だって確かに試したことなかったな。私がかけてこうやってボンボンボンってなるかもしれないよ。おーおー、え、いいのかい。やってやってみる。え、やってみる。いいのかい。本当かい。ヒュッヒュッ。ちょっともてあそんでる。悪いな、こればあちゃんの形見だからさ。形見だったんだ。形っていうか、そう、なんていうんだ、ばあちゃんから受け継いだフラーメルケに伝わる。あ、そんな大切なものだったんだ。そうだ、だからみだりに触らせるわけにいかないな。ちょっと振り出さないか、今。やめろやめろ。でもね、私の肌と一緒だよ、それは。そうなのか。私の肌だって誰にも触らせたことがない。本当か。あ、シャシャはちょっとだけちょんって触ったことはある。へぇ、触ると何かあるのかい。うん、これは私の肌だから。これ名前があるんだよ。なんていうんだ。旗。あんたのさ、メガネにもなんか名前をつけたらどうだ。そうだな。なんでそう思ってんだよ。こっちはいいから。いいから、そんなこと遊んでる場合じゃないんだよ。ね、船に帰らなきゃいけない。いい、おそんな時間なかった。そうです、すぐ呼ばれるから。まあ、早すぎだろ。もうね、そこら辺に住んだ方がいいと思ってんのよ、私。そうだな。ここら辺とかさ、なんかあそこも捨てそうな感じするしな。本当だ。あ、待って、あそこ入ったことあるか。なあ、はい、私知らなかった。お宝あるかもだぞ。本当だよ、どうやって行けばいいんだ。そうだろうな。お前普通に階段あるじゃないか。あ、はい。私がすごい重要なことを言ってたよ。普通に階段があるじゃないかって言ったら。本当だ、普通に階段があるじゃないか。そうだよ、全員がそれ言ってるよ。本当だよ。ー、待て、ジュジュ。あ、忘れてた。そうだそうだ、船行こう。そうだな、みんなに用法って言ってから。そうだ、分からないだよ。いいよ、いいかい。よし、じゃあみんな海賊の挨拶でお別れしようぜ。そうしよう。よし、行くぞ、せーの、ヤッホー。ありがとう、ありがとう、ありがとうな。よし、ではでは。そうだな、こっちが行くかい。いいよ。よし、じゃあゆっくりと道をゆっくりと開き。